勝沼ぶどうド駅から見るぶどうの丘甲州市勝沼、ぶどうの丘は山梨県甲州市勝沼町菱山にある日本最大級のワインショップを有する観光施設であるその名の通り小高い丘の上に位置する沿山市勝沼町山戸村の合併前は勝沼町により運営されていたが合併後は甲州市の運営となった地方公営企業法は 全部が適用されている。あたりをぶどう畑で囲まれた小高い丘の上にある観光施設である。甲州市の審査に合格した四水省のワインのみを扱うワインショップをはじめ、レストラン、宿泊施設、イベントホールなど様々な施設を有する。また、天空の湯と呼ばれる温泉も存在する。露天風呂からの眺望は素晴らしく、特に秋のぶどう狩りシーズンは、 洗い場町もあるほどの盛況である。売店の地下にはワインカーブがあり、有料のタート板を購入すれば、試飲用ワイン約180種を当日に限り、試飲できる。その他に、勝沼ぶどうド駅、ワインショップ、釈迦堂遺跡博物館喫茶コーナー、お食事どころ試練などの経営も手掛けている。甲州支部ドウの丘事業に、 地方公営企業法の規定の全部を適用すること等を定める条例。ありがとうございます。